海水道探索キャロル。さあ、こちらに40秒切り離す6番手。さあ、同じ車に乗ってます、浜田選手が、ベースランですからね、まあ、そこは負けられない山田選手。さあ、中間が34分ぐらいの終盤、ラストスプートかな。ほんま1秒ほど落としますか。とおっと、ここ早いですね。コンパクトなものに生かした、このようになってますね。さあ、このクロードクラス、運転免許の悩みができるかっていうからね。さあ、フリーターンは左とシートが変わった。これは軽乗車の利点を生かした、フリーターンですね。これ大幅な大学じゃないですか、これ。あそこはどこに中だったんですか。なかなか予想してるのもあれぐらい早く抜けたってもいかがかしらですかね。さあ、見事なカーブを出した山下さんが、フリーカーブを出した山下さん